逆の行動に出てるんですね。これをやっぱり克服しないと野蛮な国の中に入ってしまいます。それからパンについてはね、私は朝食はずっとパンだったんですよ。で、結構バターが好きで、目玉焼きも好きだったんで、オレンジジュースも好きだったんで、ほとんど僕はオレンジジュース、目玉焼き、食パン、それからバターで朝食をずっと取ってたんですね。 ある時にですね、えー、健康食品の人の書いたネットを見ましたらね、えー、グルテンっていうのが腸にくっついてパンにあるんですね。その時僕、私はそれほど健康なんつうのに興味を持ってなかったんで、グルテンフリーなんていうのがですね、わずかに世の中にはあったんです、その頃。今はもうグルテンフリーってのはかなり、えー。それからグルテンフリーっていうのは英語なんでね、僕もピンとこなかったんですよ。 グルテンが腸壁を壊すとかね。グルテンの入ってるパンは血管パンだとか。そういう日本語で書いてなかったんで、わからなかったんですね。それを知ってからですね、朝食はご飯に切り替えたんですよ。僕がね、もしね、僕は人生の全般ものすごく病気で苦しんでたんですよ。その病気の原因がもしかしたらグルテンだったかもしれないですね。今考えますと。 それに対する恨みをですね、えー、パンの製造メーカーとかパンの販売メーカーに今ここで言おうというんじゃないんです。あ賠償を払ってくれるとか言おうと思うんじゃないんです。それは因果関係を証明するのは難しいですよ。しかし私はね、いや、本当にパンのメーカーはひどいなと思いましたね。私ならですよ、私がパンのメーカーの経営者なり、技術部長なりだったらですね、やっぱり社会に対して言います。 パンというのはグルテンが腸壁について腸壁を剥がすことがある。それによって腸内の汚いものが腸壁から血液の中に入って、こういうような症状が出ることがある。従ってそういう症状が出た人は、まあできればね、私たちの方に連絡してください。私たちの方で検討いたしますから。というね、ことを言いましたね。私はそうじゃなかったらパンを売りたくないですよ。 私はまあ化学製品とか、それからまあ材料系とかそういうもんでしたけどね。それでもやっぱりね、人を傷つけるもの、人を危険に陥れるものを知らない顔して販売するってことはしません。<laughs> それはしません。<laughs> まあ、私の会社では偶然かどうかしませんでしたけど、役員さんとかそういう人はですね、そういうことはやめろっていうタイプの会社でしたね。 えー、先ほど言ってましたように会社は社会的責任があるんだから。ね。知らない人たちを騙して、そして自分たちだけ儲けるようなことは私たちの会社はしないっていつも言ってましたよ。それでね、この際ね、牛乳メーカー、パンメーカーは、メーカーも大きいですしね。経営も安定してますし。我々もパンとか牛乳に対しては、僕はあの、好きですからね。ぜひね、特にあのパンとか牛乳の場合は、給食にも使ってます。 子供たちは何にも知らないで取りますね。ですからやっぱり、えー、パンメーカー、牛乳メーカーが率先してですね、文部省と一緒にですね、パンとか牛乳の給食は適切なのかと。日本の給食として適切なのか。給食ってのはやっぱり万人にね、やっぱり障害がないようなものを使わなきゃいけませんから。やっぱりそれから、もしも引いたらですね、会社が大転換しなきゃならなくても、やっぱりそれがですね、 日本人の会社の大きな役割だと思うんですよね。まあ、あの、このタイトルにはですね、食塩の量と知識と書いてありますけども、えー、これはもちろん、ものすごく厚生労働省を中心とした高血圧学会という医者が、まあ、特別な、これはね、牛乳とかパンよりかもう一段悪ラスですね、社会悪ですっていうのは、食塩に関する世界的な 民族による差だとかね。民族による差ってのは二つあるわけですよ。一つは、その、よく厚生労働省が書いてるように、エスキモーは少ないとかね。そういうの。だって当たり前じゃないですか。肉食のところっていうのは、えー、まあこれは一回言いましたけど、肉食のところっていうのは、なんで肉を食べるかって、もちろんタンパク質の補給ですけど、次はやっぱり肉の中のお塩を取るっていうのがね、内陸の人はなんでお塩を取ったと思います その、岩塩があるような地方はいいですよ。岩塩のない地方はどこからお塩を取るんですか。だからお塩に対しては非常に感受性が高いし、不必要な食塩ではいろんなことが起こるんです。ところが日本の場合は周りが海ですからね。塩はそれでも貴重ではあったんですけど。まあ、私の若い頃でもね、塩の中に使ってるような魚の干物っていっぱいありましたよ。塩鮭なんつったらね。 もう辛くて食べられないってなもんでした。そういう中で住んでる民族っていうのは、塩に対して感受性は鈍いんです。まあ、最近ではですね、電気繊維っていうのがありまして、電気の膜を使って透析して塩を作ってますんで、昔みたいに太陽の光で海水を蒸発させて取りますとね、まあカリウムとかマグネシウム、特に海藻なんかを一緒に食べると、カリウムが取れますんでね。まあ、カリウムとナトリウムの比率ってのは、 ナトリウムだけで、食塩だけで比率が決まるわけじゃないんで、血圧が決まるわけじゃないんでね。カリウムとの比率を言わなきゃいけませんし、マグネシウムも若干そうだけど、マグネシウムなんかも、まあ、よくマグネシウムの便秘薬なんかありますけどね。えー、日本人の体っていうのは、あのカリウムとかマグネシウム、ナトリウム、カルシウムといった、お塩の中にある、天日製塩をした、つまりお天と様の光で乾燥した残りの食塩を食べて、 生活してたわけですから。そのデータを全く出さずにね、まあ、高血圧学会の医者っていうのはですね、無知で知らないのか、お金に汚いのか、どっちかです。僕ね、あの、こういう言葉でいいと思うんですよ。えー、牛乳メーカーもパンメーカーも、えー、高血圧学会のお医者さんに対しても、この表現でいいと思います。っていうのは、あなたたちが傷つけてる人、健康を害してる人っていうのは、 そういうことを知らない人なんですよ。知らない人に対して自分が儲けようとして知識を持たないっていうことは、当然持ってなきゃいけない牛乳とかパンとかのメーカーとか、高血圧学会のお医者さんは、やっぱり僕はね、犯罪とまで言いませんけど、少なくとも道徳には反すると思います。でこれからの日本ね、日本というのは日本列島で日本人が助け合いながら生きるわけですよ。お互いに、 相手の健康のことを考えて商売する。ね。健康は相手の健康をどんなに壊してもいいや。なんていうね。会社は、僕は会社とか、その学会とか、そういうとこは日本ではあってほしくないんですね。この僕、健康生活を6番までまでやりまして、最初に食品というものをやったのは、主な力点はそこにあるんですね。やっぱり皆さんも気をつけてほしいんですけど、一般の人も。と同時にね、やっぱり日本列島っていうのは、 あまあ、この日本の近くの国とは違うんだと。まあ、こう言っちゃ悪いんですけど。自分のことだけ考えて、ね。やるということではないんだと。まあ、いうことをですね、ここでもう一回言いたいと。それでまあ、食品については大体これで、やや終わりに近いもんですからですね。一、えー、つ、会社の人、学会の人、そういう専門職の人が、自分の名誉とかお金とか、そういうことじゃなくて、それよりか上にですね、 自分たちが、えーまあ、職業としてる相手ですね。職業倫理と言いますか。まあ、僕のこのブログにもね、本当にこう、なんていうか、こんなこと書いてくる人がいるのかと思うぐらいね。だけど、ぐらい武田はんだとか言ってくる人いますけど、それはやっぱりこの世の中がそれほど、こう、嘘偽りに満ちているってことなんでしょうね。だからその人も、 あの、私がそういう嘘偽りにも満ちた人だと思ってるんでしょうね。だけど、私はそうではありません。まあ、そんなこと自分で言ったってね。世の中全体が誠実にならないとダメなんですけど。本当に日本っていうのは、日本人が誠実であったから、今まで幸福な民族として過ごしてきたわけですから。やっぱりその伝統をね、私たちは守らなきゃいけないと私はそう思います。